悪徳すぎる。あのね、薬剤師国家試験の、指導者が結構増えてるんだけど、まあ、いろんな各所で。はっきり言うけど、ほとんどがね、詐欺師集団だからね。うん、その詐欺師集団って、まあ、どういう意味かっていうと、合格させるかさせないかっていうよりも、皆さんの金を取るためっていうね、そういう話です。何が失われるかっていうと、時間とお金が皆さん失われます。はい、両方とも大切だけど、一番大切なのは時間だからね。時間が、例えば教えてもらった勉強でやって、まあ、不合格になりました、あと1年が同じように頑張ります、不合格になりましただったらさ、2年弱ぐらい無駄じゃん。お金時間も無駄だしさ、そこにもし、金払ってるとしたらさ、その分の金も無駄じゃん。なので全てが無駄、ね、皆さんっていうか気づかないんだよね、まあ、そういう風に結構追い込まれてるから国家試験に合格したい、でもお金とかそんなないから、まあ、できる限りお金は抑えたい。で、まあ、ここにしようみたいなとかさ、そういったなんか口車に乗せられて、で、結局、周り巡って、もう、なんも無理みたいな、もう絶対合格できないみたいな人が来て、ほぼすべて来て、もうどこの予備校とか行っても、どこの場所に行っても合格できなかったやつを合格してるからね。うん、最終的な、なんで受け皿がこっち来てみたいな話なんだけど、最初から来いよ、みたいな、はい、感じなんですけど、ね、人の弱みにつけ込んでいく商売みたいなする人間って嫌いなので、正直。私は、最初から言ってますが、基本的にというか、費用とか取ってないからね。1円も取ってないからね。はい。いや、経営者とか、経営的には失格なんですよ。それは分かりつつやっているので、はい。うん。まあ、あとはね、なんか再選っていうか、合格した時に、ありがとうございましたっつって、なんか、ちょっと今度この辺行くんで飯とかおごらしてくださいみたいな、そういうのだったらいいんですよ。合格したしね、薬剤師になるしね、しかもそのなんつうか恩っていうのをちゃんと気持ちとして返したいのでみたいなね、そういうので基本的にはね、なんで基本的に最初から言ってるんですけど、この薬剤師国家試験攻略メソッドを創設させた時から言ってますが、取ってないです。はい。最初から取ってないし、基本的に後輩に当たるので、全員ね、薬剤師として皆さん後輩なんですよ。はい。だから基本的には、まあ、大変なことも知ってるし、わかるし、何がきついかとかね。なのでそういったところをちゃんとフォローしたりとか軽減させてあげたりとか、ちゃんと正しい道に歩んでってほしいっていう気持ちを持ってやってるので、はい。なのでそんな金とかね、その時間とか、時間も大切なんで、不要なとか無駄なものは取っていません。むしろそういう風に取ってる人たちとか、人っていうのは何かしらあると思ってください。はい。多分いろいろとね、国家試験近くなってどうしようっていう気持ちの方が先行っていうか高まってるので、ちゃんとした判断ができないっていうのは、ものすごくわかるので、ちょっとね一歩置いて、本当にこれはいいのか、正しいのかっていうのをちゃんと判断しないといけないという感じですね。すごい相談多いんですよ。いろいろと。相談多いし、
間違った勉強をしてる人も多い。で、よくよくちゃんと話聞いてみると、そういったことが多かったりとか、あるんで、間違った指導だとか、間違った勉強の仕方だとか、そういったのが、最初に身についてしまうと悪い癖になってしまうんで、その悪い癖が国家試験合格を遠のかせてるんで、まあ、すごく注意ですね。はい。本当に相談すごい来るんですよ。相談来て、何なんだろうそれみたいな感じが多すぎるので、何なんだろうなぁと、まあ、いろんな選択肢が多すぎて、どれから勉強したらいいのか、どれを使って勉強すればいいのかって分かんないので、現役6年生とかね、まあ、国試浪人生も逆にね、いろんなことをやりすぎて、どれが正しい勉強なのかっていうのは分かんなくなってるんですよ。分かんなくなってて、しかも、自分がちゃんと、理解できてるか、理解できてないかっていうのを判断できない状態になってるので、そう来ると、いくら勉強しても点数が上がらない状態になります。はい。で、そうなると、ずっと受からない状態、最悪な状態になるので、まあ、そこをちゃんと指摘とか指導できる人って多分すげえ少ないので、はい、基本的に集団でやったりとかしてると思うので、はい、まあ、私もですね、まあ、なかなかの人数を教えてますけど、基本的には一人一人勉強のやり方違います、はい、なぜ違うかっていうと、その人の今までの勉強法だとか今まで培ってきた知識とかが違うから、絶対に違うし、性格も違うし、勉強のやる時間とかも全然違うし、なんなら本当に電車の通勤とか通学かとかもう全部違うんで、なので一人一人最高のパフォーマンスを出す勉強方法って違うんですよ。なので本当にちゃんと聞かないとその人のベストパフォーマンスは出せないので、私はその人のベストパフォーマンスを出させるためにやってるので、出して最高の結果挑んだ挙句不合格っていうのはもうしょうがないので、もう本当にその人の最大限の質と量をやっても合格できないっていうのはあるので、それはね、まあ、もともとちょっと足りなかった、ただそういう人はその次の年圧倒的な点数で合格できるので、そういうことですね。なので、まあ、正直言うと5年生から来てくれたら間違いなく全員合格させてあげられます、はい、どんな学年順位だとしても一番勉強できない子でも合格できます、はい、なので、まあ、この動画的には悪徳の人の方がほとんどだよっていう話で、まあ、その人たちにお金と大切な時間っていうのを奪われないように気をつけないとダメだよっていう動画でした。それではご視聴ありがとうございます。薬剤師国家試験攻略メソッドは無償で運営させていただいています。そのため皆様のご協力が必要になってきます。マサ46494の YouTube チャンネル登録、Twitter フォローをよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。